マイクロプロセッサフェアチャイルド F8 は、フェアチャイルドセミコンダクターが開発した8ビットマイクロプロセッサ F8 本体はアドレスバスを持たず、メモリ上のプログラムやデータは別ユニットでアクセスされる。これによってピン数を減らし、コストを削減していた。また64本のレジスタを持ち、8本を一組とする一種のレジスタウィンドウのように使用した。これをイーザーと呼ぶ。 そのため、小さなプログラムであれば、コールスタックを必要としない。また、F8 を構成する2チップ以外に、周辺チップを必要としないという特徴があった。イーザーを使うと、サブルーチに呼び出し時に、レジスタ群をセーブする必要がないので、高速で動作できた。特殊レジスタは9番から15番のレジスタに格納されており、8番までのレジスタに直接アクセスする。 他のレジスタにアクセスするには、イーザーという特殊レジスタの内容を書き換えることで、見えるレジスタを入れ替えて使う。1977年、F8 をシングルチップ実装としたものがリリースされた。1976年には、フェアチャイルド自身が開発したゲーム機フェアチャイルドチャンネル F で F、F8 が使われた。また、1977年には、 ビデオブレインというホビーパソコンで使われた。F8 はインテル8048などの CPU に影響を与えた。この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。